どうも、アシタカです。今から個人練を始めていきます。で、今日は何の練習をするかっていうと、逆立ち系、縦系のオリジナルのネタを作っていこうと思います。で、しかもちょっと動きを限定して、足を床につけるっていうネタを作っていこうかなと思います。じゃあ始めるから、足をね、床につける縦系の動き。縦系中に足をつけて戻るみたいな、シンプルにも、まずシンプルに縦系中に一回足ついて、もう一回足ついて、もう一回。ではこれを足をつけるときにちょっと変えるみたいなね、形なり動きなりね。こういう感じで言います。まあ、足をね、一回ついて、また逆立ちに戻る的なやつとか。最近ね、こう結構、つま先立ちみたいなのが流行ってるから、なんかそれとか使えるからね。怖っ！危なっ！みたいなね、多いんじゃない？みたいな？いいんじゃない？
来ましたね。やっぱこういうね、他の動き、パワームーブとかね、混ぜていくとやっぱどんどん選択肢が広がってくる。いい感じ、いい感じ。いいね。なんかいい感じにできるんだ。移動だな。前後移動、前後移動。キャッチ。足つきじゃなくてもいいわけか。まあちょっとね、一番最初は足、一回足ついてって言ったけど、まあちょっとそこの制限から離して、例えば寝るとか四つん這いになるとかも OK にした場合だったら、例えばこう、
こうだから。あー難しい形になってるから、どんどん、いや逆か、難しいな、これ。こういや、でもやっぱ足だよな。ただこう来てこう来るとね。ダブルジョーダンのこういってでもあれだな、ダブルジョーダンの形をそのまま、例えばドーンオーンオーンみたいな、はい、ということで練習開始から約1時間半が経過しました。そんな感じでね、多分しょうもないのも入れたら10個ぐらいで、バトルで使えそうだなーってやつは多分5個ぐらいかな、できました。まあでもね、今までこういう足つきのネタって作ってこなかったんで、今日はねかなりいい収穫になりましたね。でまあこれをちょっとバトルで使ってる姿を見たら、あれこれ YouTube でやってたやつやんみたいな感じで、しめしめって思っといてください。はい、ということで今日はこれにておしまい。また違う動画でお会いしましょう。バイバーイ。